スピリーグ監督って誰になりそう絵作るの？ところでスピリーグ監督って判明しないんすか？スピリーグ監督の発表いつ頃？昨年スピリーグ監督判明したの8月30日だったのか、ワンチャンもう間もなく判明するのでは？スピリーグイコール里崎智也の顔が出てきてしまいます。里崎さんはスピリーグ監督でしょ。多分今年もスピリーグ監督銀次なる可能性あるよね。おお、高橋智美が今年もスピリーグの監督してくれたら取り行くぜ。スピリーグ監督、阪神はそろそろ岩田あたりやってくれへんかな。末期登場したら多分パワヒだからめちゃくちゃ楽しみ。純正必須級選手ありえる。田村さんまた監督になってほしい。田村さん、次いつ来るんですかね。絶対獲得した方がいいです。マジ打ちやすいです。これで守備もできるのバケモンですよね。次出るのが楽しみです。スピリーグ監督真中さん3年やったので、そろそろ飯田さんとかも見てみたい。なんか継続契約選手が多いから監督も基本継続なんじゃねって言われてますね。岩村、五十嵐、坂口、立山さんあたりどうかな。 OB ちゃんでは出たし、岩村はいいっすね。五十嵐も解説聞いてると面白いキャラだから、こういう監督やるのも向いてそう。岩村さんはわからないですが全員しゃべりうまいです。スピリーグ監督の発表はオンライン予選終わってからになりそうだなぁと。スピリーグレポーターも昨年に続いてあってほしいな。落合さんか清原さん希望です。絶対ないと言い切れますね笑い。